はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回は信長の野望想定のクバープギートの続きをやっていきたいと思います。で、前回から少しだけ先に進めてまして、まず機内一円ご覧いただいた通り、足利の家紋がなくなっています。足利将軍家は追放して、機内一円はすべて信長が勢力圏内に収めましたと。で、一方ですね、中国地方の毛利とは不戦の盟約を結んでいるので、すぐに戦争状態に入ることはないかなというところです。で、四国もほぼほぼ一円平らげているんですけども、まず一条、ここがまだ抵抗を続けていて、この一条家は九州の覇者大友の従属下保護下にあるので、この大友、九州の大友との戦いに今後主軸を移していきたいかなと思っています。一方関東方面なんですが、北条とは特に何も迷惑はないので、北条と戦っていくことになる可能性はあるんですが、その北条と武田が婚姻同盟を結んでいます。で、その武田と織田信長も婚姻同盟を結んでいるので、まあ、武田との関係は少し見直しが必要かなというところと、あと上杉ですね、ご覧の通りもうほぼ完全に肥大化しきった感じがあるので、まあ、上杉とはね、この後戦争をすることなく婚姻を結んだままフィニッシュしていければいいかなと思っています。では早速ですね、大友の攻略に向けて軍を出していきましょう。信長自ら出陣していきます。ちょっとね、ここまで来ると距離がありすぎるかなという感じはあるんですが、中村御所ですね、ここに向けて信長、あとは半兵衛、忠勝、刑事、堀尾義晴、これを出していきましょう。毛利とはこの後どうするかっていうのを考えた上で、一度不戦の盟約が結ばれている状態ではありますが、従属させるための脅迫を行ってもいいかもしれないですね。毛利と全面対決に及ぶ場合はもちろん毛利の本拠地を最優先に攻略して全部の城をね、奪っていくという不毛な争いを避けたいところですね。で、ちなみに毛利元成、毛利軍の本拠地、まあよく知られているのは吉田郡山城だと思うんですが、どこに入っているかはこのマップだとちょっとわからないかな。で、秋になったので年貢、お米ですね、この収入が入ってくるはずです。お金もお米ももう十分にはあるので、あとは各足りてないところにお米なり武具なりお金なりを渡していってあげるっていうところになるかなと思います。毛利と全面対決するってなると、まあ、それなりに疲弊するんで、その場合は大友との開戦は避けたいし、まあ、その逆もまたしかりかなというところなので、まずは毛利が従属する意思があるかないかというのを確認しておきましょう。北条からの使者が来てますが、まあ、とりあえず二枚舌外交で必ずやっているんですけど、戦争する気があろうとなかろうと、まずは仲良くはしておきましょう。で、戦争しないで仲良くできるのであれば、まあ、一番それがいいので、特に、まあ、上杉、こことはもう戦争したくないと。ここと戦争を始めると多分もう終わらないゲームになっていくんじゃないかなと思うんで、この従属下にある大名家からの使者は
結構めんどくさいんですよね、これを毎回さばくのが。では、まず外交ですね。大抜け。で、脅迫しておきます。で、どこが脅迫して入ってくるか。ここにいるんだな、元就は。おっと、元就が従うか。となると、全面的に大友の攻略で済みそうだな。軍団の指示を早速出しましょう。軍団指示で、毛利家に関しては、目標を九州の大友にセッティングします。まあ、さすがにね、宗麟が従属するということはないと思うので、まあ、一応、ダメ元で一応宗麟にも脅迫を仕掛けますか？ああ、そうだよね。宗麟はどうにもならないよね。となると、やはり開戦していくしかないですね。まあ、どでかい家ではありますけど、九州一円を平らげて、かつ島津とかね、そういう強力な配下を手に入れているはずなので、まあやりづらいとは思うんですけどね。大友に従う唯一の四国の大名家一条、ここの攻略がなんかいまいち積んでないな。ここですね、ここ。山名は完全に敗北させたというか、まあ、こちらに従属させて、まあ、中国地方は完全に信長の勢力圏内に収まりましたね。毛利と戦わずして従属させることができたのは本当に大きい。で、今回は冬になりますね。まあ、金は余ってるんでね、本当に。どっか物資がないよって騒いだら、すぐにお金と米を送れるだけの財力は、今の信長だったらあるかなというところですね。もうそろそろね、皆さんも8月のお盆休み、まあ、サービス業とかの方、お盆休みなんてないよっていう方も中にはいらっしゃるかなとは思うんですけど、お盆休みとかのね、予定が大体皆さんカチッと固まってきた頃なんじゃないかなと思うんですが、今年はね、他の動画の中でもお話している通り、7月の末から8月の上旬に、2回目の夏休み、2回目の夏休みって言っても夏休みっていう概念がなくて、何日間有給以外に特別休暇あるからそれ自由に使ってねみたいな感じなので、まあ、その特別休暇を夏休みとしてあてがってるんですけど、その夏休み1回目、まあ、何日間かあるうちの何日か分を使って、残りの、4日分かな、を使って、その7月の末から8月の上旬にかけてタイと香港に遊びに行ってしまうんで、
いわゆるお盆休みがないんですよね。そこが少し残念かな。まあ休みすぎだろうと言われればそれまでなんですけど、まあ、ただお盆はね、その海外旅行に行くっていう意味で言うと飛行機が爆騰しますからね。いや、こんなに値上げするっていうぐらいめちゃくちゃ値段上がりますからね。近場の上海とか行くのでも10万とか超えてくることがあるんで、まあ、そういうのに考えたらね、まあ、お盆をずらして遊びに行くっていうのももちろんありかなとは思います。で、当然その女の子と遊ぶのも、まあ、お盆に限らずなんですけど、クリスマス、バレンタイン、お正月みたいなそういうイベントになってくると、これもまた爆投させてきますからね。ここぞとばかりに稼ぎにかかってくるんで、まあ、そういうことを考えてもお盆休みずらしてお盆を働いて、お盆以外の空いてる時期に遊びに行くっていうのがコスト的にもいいのかなとは思うんですけどね。もちろんお盆しか休めないよとかっていう、例えば工場勤務だとね、工場が稼働してる時は休めないで、工場が休みに入るお盆だったら休めますとかっていう方ももちろんいるとは思うんで、ちょっとねそういう方はうまく調整しながらということになると思うんですけど、さて、そしたらまずはちょっと物資の状態確認しておきますか。物資が足りてないよとかっていうところがあれば、そこに緊急的に米を送ってあげる必要があるかなと思うんだけど、まあ大丈夫かな。ちょっと不足しがちなところはあるかもしれないですが、第二軍団が全体的にちょっと米不足なのかな、こうやってみると。となると米が溢れているところから、どうだ、都市への岸和田から信盛のいる名古屋に米を輸送してあげる。これでうまいことやってくれというところかな。で、第三軍団はね、今まさに最前線で戦争中なんで、ここに米がなくなるとちょっとまずいかなというところはあるけれども、まずは大丈夫かな。じゃあこれで引き続き大友の攻略戦ですね、やっていきます。お、元桜城丸ごと勝家の働きで織田方に着いたが、これが持つのかって話だよなとは。いきなりポンと元桜が織田側に着いたとはいえ、そこを救援する力がなければ見殺しになっちゃうからな。元桜ちょっと心配だな。ここに軍をザコザコ出していってあげないと。ただ今だとどうなんだ、出ているほとんどが、あ、でも小山御坊からも軍出てるな。家康、北条、上杉、まあ救援はできそうですね。全く救援ができないという状態にはならなそうです。で、信長はというと順調に来ていて、信長はじゃあまずは中村御所ですね、ここの攻略に向かいましょう。唯一四国で信長に反抗的な態度をしている、その態度を崩さない。まあ、言ってみればもうこの一条家は大友の与力大名みたいになっちゃってますからね。毛利の働きをちょっと確認しますか。毛利がしっかりね、働いてくれればいいんですけど。
一応軍は出陣してるけど、出陣先が大友じゃない疑惑があるな。さて、では信長力攻めに入ります。中村御所の防御力とか全く見てないんですけど、まあ、ここまで激戦をくぐり抜けてきた信長であれば、この中村御所ことなんとかなるんじゃないかなっていうところですけど、6700か。味方は信長忠勝、それにいつもの半兵衛という配置ですね。まあ、忠勝、半兵衛、刑事あたりは全く問題ないかなとは思うんですけど、まあ、忠勝も長髪持ってるっていうのは大きいね。長髪二人持ち、忠勝と刑事、まあ、戦国を代表する強者の二人を入れましたと。で、一方秀吉と秀長はですね、第三軍団に編入して第三軍団の増強に使っています。兵力差はもう完全に逆転しているので、あとはこちらの士気ゲージだけ気をつけておきましょう。せっかく忍者大量に配備したのに、その忍者を使うことなく決着しそうな気配があるな。よし、これで決まりそうかな。いや、本当にね、もうこの半兵衛強いんですよね。さあ、これで一条家は滅ぼしたので、いよいよ大友と本格的な戦争状態に入りますね。与力大名の一条が撃たれて大友が黙ってるわけないですからね。で、ちなみに今取った中村御所、これは第三軍団の統治下に入れちゃいます。この後まあ、四国ももうその黒瀬城を残して信長が勢力圏に収めましたからね。
もう本当にここ連日の暑さが参っちゃって参っちゃって、一応僕は会社に9時に行くように出社しているんで、そうすると家を出るのがだいたい8時15分20分ぐらいなんですよ。で、まあ駅まで行って電車に乗って駅から会社まで歩いてっていうのなんですけども、むちゃくちゃ暑いですね。で、僕は半袖のワイシャツは着ないんで長袖のワイシャツを着るんですけど、上半身よりもやっぱね、下半身ももの辺りの汗がズボンにピタッと張り付いて、もうかなり不快なんですよ。本当にこの暑さもうちょっと和らいでほしいなっていうところなんですけど、なんかどうやら7月いっぱいはこんな感じの陽気が続くっていうことなんで、多分ね、バンコクとかよりもね、ちょっと過ごしにくいかもしれない。まあずっとバンコクにいるわけじゃないんで、まあ、バンコクにいるときは気持ちが晴れやかなんで、そういう気持ち的な要素も多分に含まれてきての過ごしやすさなんだろうとは思うんですけどね。このあたりのね、大名の挨拶暗夜を受けるのは大大名たるゆえだとは思うんですけど、謙信のところにもこんな感じですごい数の人が行ってるのかな。あとは忍者の配置ですね。中村御所に配備はしていなかったんだな。じゃあ黒瀬省で破壊工作に入ってもらいましょう。黒瀬城では破壊工作がちょっとできないな。そうなるとどうにもならないんで、外交で大名家に対して強く、これは北条に対してですね、お、氏康はまんざらでもないんだな。何度か続けていればはまりそうな気もするけど、城の物資をどかすか差し出させよう。よし、北条も信長の配下についたか。家康はもうすでに従属しているし、あと武田ぐらいかな。お、信玄も物資を差し出してきたな。これは信玄も軍門に下るな。いや、もう本当に大友だけになるぞ。まあ、それだけ信長が一気に力を増しましたもんね。まあ、尾張から美濃、畿内にかけての一帯と、
さらに中国地方、四国地方も完全に信長の勢力圏に収めたんで。唯一多分上杉とまともに殴り合えるのはこの信長だけだと思うんですよね。まあもちろんちょっとその殴り合い始めるともう収拾がつかなくなるんで殴り合いはしないんですが、信長がこれで黒瀬城に、あ、そうだな、あの第三軍団にさっき取った中村御所、一条家の中村御所、これをつけてあげる必要があったな。あ、城が一つ逆に落とされたか。まあさすがに言っても大友九州一円を収めてますからね。まあただ手始めに信長自ら力攻めにしてこの黒瀬城を落としましょう。まあまずは敵の城兵の数ですね。5400か、まあ、それなりにいるけど、そもそも本丸までもう到達しているので、本丸を割ればこちらの勝利ですね。まずは奪われた四国の城、あるいはまだ奪い取れてない四国の城、これをまるっといただきにかかりましょう。よし、本丸に突入しましたね。地蔵学城で合ってる？地蔵学城を狙いに行こう。今までこんな城出てきたかな？ある程度信長の野望のシリーズはやってきているんですけど、恥ずかしながら初めて見たかもしれないな。中学生ぐらいの時にあの父親が丸亀、あの香川県の丸亀市、香川県で合ってますよね、ちょっと四国の方疎いんで間違ってたらご指摘いただければと思うんですけど、主に単身赴任してて一回だけ遊びに行ったことあるんですよね、四国は。それ以外はね、ちょっと四国はあまりこれまで関わりがなかったんで詳しくはないんですけど、どうしてももう最近だと旅行ってなると国内より海外を選んじゃうんで、たまにはでもやっぱりね、奥さんと国内旅行でのんびりというのもしてみたいなとは思うんですけどね。ではこの後は忘れないうちに取った四国の2つの城、これを、第三軍団に
割譲というか渡しておきましょう。で、武田に対しては、これもまた忘れないうちに先ほどやっていた脅迫ですね、これの続きをやっていきます。で、そうすると武田が完全にこちらの傘下、信長の傘下に入ったら、残る敵は本当に大友だけになるんで、全軍大友に振り向けられるかなということになります。で、大友の城もね、全部取るのは面倒なんで、宗麟のこもる城を見つけて、そこを強襲急襲するということで、一気に宗麟を撃破、城の総取りに入っていくっていうのが一番、まあ、楽観的な見方をすれば早く終わる理想的な攻略になるかなと思います。あとはですね、この後の予定という意味で言うと、信長の野望シリーズはこれまで、まあ、今ご覧いただいている蒼天録まで進めてきてるんですけど、蒼天録次の作品もまたね、そろそろちょっと考えていこうかなと思ってまして、蒼天録の次で言うと天下創生になるんで、天下創生の方もね、プレイの準備を進めていきたいなと思ってます。じゃあまず外交ですね、忘れないうちに武田に対して脅迫をぶち込んでおきます。もうだって武田もさ、一人で生きていくのかなり厳しいでしょっていう状態ですからね、上杉に圧迫されて。これで武田も勢力圏内に収めたね。あとは佐竹か、佐竹どこにも従属してないんだったら従属してもらおう。いや、信長の意向は半端ないな。まあ、上杉はね、敵対するつもりはないので、これでもう関東から北も信長もしくは上杉の勢力圏に収まりましたね。ちなみに宗麟はさすがに従属しないでしょう。お、ちょっと待ってくれ、これはまさかまさかのあるぞ。戦わずして総理を屈服させる可能性大いにありますね。だってめちゃくちゃ物資くれるもん。物資をよこさないなら滅ぼすまでだと。で、軍団の編成ですね。第三軍団に、取った二つの城を入れてあげますと。ちょっと今回のターンでは、宗麟を屈服させることできませんでしたけど、ここまででかくなってくると、宗麟を撃破するまでもなく、屈服させることができそうだな。まあ、とはいえね、攻撃の手を休めることはせずに、地蔵学であってる？ここの城に向けて攻略隊を送っていきます。大友の軍勢6200か。それなりに数はいるな。いやー、本当に強いんだよね。
何？刑事が囚われただと？なんてことだ。そしたらここは忠勝を投入だ。なんとしても刑事は救い出さないとね。ちょっと思いもかけない消耗戦には入りましたけど、ここで確実に野戦で敵を破っておきましょう。で、刑事が心配だ。刑事が戦国のよう生き抜いた刑事、まず野戦では勝利ですね。地蔵学城がどうなるかだな。そうか、刑事が囚われて帰ってるから部隊数が4か。ちょっとこれは厳しいかもしれないけど、まあでも数は向こうの方が少ないんだ。それでもであればあるな、ワンチャンある。よし、先へ先へと進んでるぞ。残すは本丸のみ。追撃が十分できなかったのが悔やまれますね。よし、降伏は認めよう。これで四国は全部平らげましたね。何？今度は黒瀬城が落とされるか。まあ、黒瀬城はね、九州から都会してくる部隊が最初に攻撃をしやすいというか、まあ、攻撃してくる城ではあるんで、まあ、その黒瀬城をね、抑えておかないといけなかったんですが、黒瀬城から部隊を地蔵閣に移してしまったんで、その隙を突かれて黒瀬城を奪還されましたね。これは再奪還の必要があるな。何？忠勝がやられた。いやー、大友やるな。ちょっと手を抜いて合戦を CPU 任せにしたらこのありさまだ。いや、忠勝刑事と連続で猛将を失うのは痛いな。
せっかく関東から北部が完全に収まったという中、四国をめぐる戦いで大友に少し遅れを取ってる印象ですね。あとは毛利がどういう動きをしてくれるかっていうところだよね。毛利が福岡の方から攻め入ってくれれば、当然大友の戦力が分散するんで、まあ、ただやっぱりね、その従属してるとはいえ武毛利を頼りにしすぎると当てが外れる可能性があるんで、自前の軍を動かしていきたいんですが、肝心の信長が敗走して、おそらく今近江に逃げ帰ってる状態なんで、半兵衛がいるだけまだマシだよな。これで半兵衛までごもがいなくなるなんてことになると目も当てられない状態になるんで、さあ大友よ、我が傘下に入れと。そうすれば領土は安堵するぞっていう状態ですね。よし、まあ合戦では五分でしたけどね。さあこれでじゃあちょっとマップを確認しておきますか。大友がご覧のように信長に従った今四国で、中国の毛利もね、信長に従っていますというところで、上杉とは婚姻同盟を結んでいて、北条も従属させている、家康も従属させていて、まあ勢力は小さくなりましたけど、武田も従属済みです。佐竹も従属というところなので、これでも敵はいなくなりましたというところになります。まあ、ちょっと最後はね、もう完全に脅迫という形で攻略を進めていきましたが、一通りこれで全ての敵を排除したというところになるかなと思います。まあ、これまで信長の野望はね、本能寺の変が起きた時の、信長の勢力圏を確保するくらいまで進めますということでプレイをしてきたと思うんですが、今回はね、まあ、トントン拍子にというところもあるし、かつ上杉がねめちゃくちゃでかくなってしまったというのもあったので、少し経路の違うプレーになってしまったかなと思うんですが、それでも従属させている大名家を合わせれば、あの上杉よりも多分大きいんじゃないかなとは思いますんで、まあ、あの名実ともに信長が天下一というところになったかと思います。では次回はですね、先ほどちょろっとだけお話した信長の次の作品天下創生をプレイしていきたいと思いますので、お時間ある方ぜひぜひまた応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。